でも俺、頭使うの苦手なんだよ。それに、部活なんて入ったら、一緒に帰れなくなるし。歩くん困ってるし、入部してあげなよ。はぁ、あ、なんでお前にそんなこと言われなきゃ。入部してあげなよ。そうだ、桜子も入れよ。一緒に将棋しようぜ。私はそういうの入らない主義なので。人を無理やり入部させといてよく言えるな。っていうか、タケル君も将棋部行っちゃダメだよ。はぁ、あ、だって邪魔になるよ。だからお前が無理やり入れたんだろう。乗り気じゃなかったが、入部した以上はしっかり活動する。それが男ってもんだ。じゃあまた催眠術か。無駄だ、意志は固いぞ。お得意の催眠術なんて効かないくらいにな。じゃあもう放課後一緒に帰れないの。な、はあ、図書室全然帰ってこないと思ったら。あ、ちょっと待て、俺は男として入部したからには。帰るよ。はい。失礼しました。くそろそろ次の獲物が来るかな。タケル君、歩夢君と先輩が来たよ。ほう、よし、思いっきり脅かし。ダメだよ、全力でやったらダメ。ちょうどいい感じに脅かすんだよ。つまんねえな。応援してあげようよ。わかったわかった。心配だから近くで監視する。来たよ、いい感じにだよ。真っ暗でちょっとワクワクするね。先輩。タケルくん、タケルくん、席ここだよ。おう。嬉しいな。この映画の原作好きだから誘ってくれてありがとう、タケルくん。今までもちょいちょい二人で出かけたことはあったけど、これって完全にデートだよな。何よ。ジョニー、きっと助けは来るから。あ、映画の真似か。見てる？ん？ちゃんと映画を見てるってことか。楽しんでるみたいだな。よかった。な、こいつ、また映画の真似を。ジョニー、私疲れたわ。あなたがこんな姿になってまで私を生かそうとしてくれたのに。ジョニー、まさか無事だったなんて。もう離さないわ。おかしいわ、ちょっといい？何かしらこの匂い。ジョニー、そのままもっとちゃんと嗅がせて。
しみすぎだろ。そろそろ終わりか。全然頭に入ってねえが。愛してるジョニー。キスシーン。まさかこれも真似したり。さすがにそこまでは。それ以上は。口がひっついちゃう。ジョニー、どうしたの？大丈夫？ジョニー。原作だとラストシーンはキスしてたけど、あれはあれで面白かった。原作通りだったらどうするつもりだったんだ。タケル君は原作通りの方が良かった？だな。歩くん、バレンタインだから。毎年ありがとう、桜子。タケルくんも。おう。しかし毎年のこととはいえ、もうちょっと色気のある渡し方してくれよ。いらないならあげないけど。いや、すまん。本当にタケルくんはチョコ好きなんだね。不良みたいな顔してるのに。顔は関係ねえだろ。俺が今日将棋部に行ってやる。なーに、適当にいい雰囲気にしたら退散してやるよ。タケル君。無駄だぞ桜子、お前の催眠術なんて目をつむってりゃ効かねえ。じゃあ。あれ、こっちじゃない。こっちかな。あった。将棋部行かないって約束してくれたらチョコ返してあげる。よかったな、歩む。タケル君。え？手が止まってるよ。ああ。人のことより自分の心配した方がいいと思う。ちゃんと勉強しないとまた補習になっちゃうよ。ああ、そうだな。勉強、教えてあげるから。お願いします。そこ間違ってるよ。桜子、何じゃないだろう。近い。タケル君。集中して。はい。あったぞ。違った。探すと案外ないものだね。一緒にいてほしいなんて言うから少し期待しちまったぜ。本のしおりにするんだっけ？うん。三つ葉じゃいかんのか。似たようなもんだろ。全然違うよ。四つ葉は幸運を引き寄せるんだよ。あんま俺は信じねえからな、そういうの。ロマンチックが分かってないね、タケル君は。ま、でも桜子が欲しいってんなら意地でも見つけてやるよ。うん、ありがとね。うん、いいさ別に、これくらい。それだけじゃなくって、いつも一緒にいてくれてさ。私引っ込み思案だし、友達も少ないし、タケル君がいてくれるの嬉しいんだ。だからタケル君、よかったらずっと友達でいてね。ああ、お前が嫌だって言うまで友達でいてやるよ。おっと。
ったぞ四つ葉のクローバー。本当？どうだ、ほら見ろ。うわ、どういうだ。すまん、大丈夫か。こけちゃうなんて、四つ葉のクローバーの幸運を信じてないからだよ。いや、めっちゃ幸運だったけど。タケル君。ん？どうした？お前運動しないもんな。帰ったらゆっくり休めよ。どうしたの？いや、今日は歩がな、勝負の日なんだ。二人揃って潜っちまったな。タケル君。え？